今アイドリングが1700ぐらいかな。なかなかね、朝の冷え込みが厳しくなり始めて10度を下回ってきて、でね、今日はもう1時半ぐらいなんですけども、日向にね、出かける家を出る前に1時間ぐらい日向に置いといたんですけども、やっぱり朝一発目というか始動一発目はねかからんですね、なかなかね。で、私ね、止めるときに自宅の手前でキャブのコックをオフにして、キャブの中のね、あのガソリンをなるべくね使い切っちゃうというか出し切っちゃうようにしてるんで、まあガスがねエンジンの中に入るまでちょっとね時間がかかるので、まあ、その影響もありますけども、それを含めてもなかなかねかからんかったですね。で、一旦かかっちゃうと、まあすぐにかかりますね。で、冷えてるとまた止まっちゃうという、まあキャブ車ってこんなもんですね、多分ね。で、今日はね昨日に引き続きもう時間が全然取れないんで、取れなかったんで、もう、まあ、イジライドのために、出てますが、まあそれだけなので、昨日ね、あの私のお気に入りのあの、神社のお寺のね、神社じゃない、お寺の紅葉がどこだったっけ、あ、ここか、かなり良くてですね、ここですね、はい、良かったのでまた来てしまいました。今日もね、カメラはもう これここにやっとくか、こうしとくと後で楽だね。もうミラーレスも持ってこずに、とても使い勝手のいい、いつものこれどうだったっけ、ルミックス、パナソニックだったっけな、これパナソニックのカメラを持ってきました。まあ十分これで一等、ああいいね、イチョウの絨毯があそこにできてるんで、いい抜けがあるかな、この辺か、変わらず泣くね。
よいしょ。はあ、いい天気だ。これは無理か。カメラが全く見えません。まあいいでしょう。うん、やっぱ木の一本一本でね、色合いが違いますね。暑い、暑いわ。あ、銀杏がだいぶ下に落ちてて、これはこれで匂うんだけどね、これがこんな感じ。こっちかな。だいぶかぐわしい匂いですね。さてと、よっ、よいしょ。一回かかっちゃえばね、もうね、そう、ご覧の通りね、糸も簡単にもう温まってね、しまえば糸も簡単に再始動できます。では行きますか。ありがとうございました。はい、沢子です。はい、沢子ですって。家康公幼名明智よ。